ハローアースノイド。アムロへの思いを伝えるも完全に拒否されてしまう。に対する、ネットの反応をお送りするよ。サザビー VS リック DJ、はい。A マークに不満なロンドベル結成時のアムロさん。マスコミにロンドベルを広め返しられてこれはないよな。ガンダムタイプなしとか。病気はジムさんにジェガン1機のみで、ジェダすら回されていないのもね、割とお寂しいお披露目。この辺に没収。連邦政府、アムロ君にガンダムを渡すなんてとんでもない。ムーンガンダムを見てブライトに不満言うくらい溜まっているからな、アムロ。でもこれブライト悪くないよね。いい勝負してんのがひどい。そらニューガンダムとアムロには勝てないわな。完全にシャアに遊ばれているだけだぞ。そういうとこだぞ、シャアーズナブル。プライドが邪魔して確実に勝てそうな時にやらないのがシャアの悪いとこ。アムロがいくら強いと言ってもサイコフレーム入りのサザビーは、チェーンが殺したレズンぐらいたやすくアムロを倒せてしまう。最低条件として、バイオセンサー入りの機体を求めるのは当然というか、アクシズのファンネル VS フィンファンネル見ると、リガジの時は見え見えでしかファンネル使ってないからな。てかそんなにハマーン嫌いだったのか。友人と思ってない奴はゴミみたいな扱いするからな。ハマーンと一緒に受動に浄化されればよかったのに、ダブルゼータでどこ行ってたんだよお前。異常な環境で生まれ育って大それた野心抱いてるのに、普通の青春に憧れてるような俗っぽさも持ってる感じ。ハマーンとは似てるからこそ相性悪いんじゃ。シャアの押し付けがまし友情がアムロを苛立たせる。何言ってんだこいつ。なぜ最悪のタイミングで言ったすぎる。電波かわいそう。自分ではフェアなつもりの傲慢野郎すぎる。そうやって永遠に人を見下すことしかしないんだってセリフがぶっ刺さりまくる。僕と君は友達だから、僕が地球を滅ぼす理由を君にだけ教えるね。こんな分裂症みたいな無茶苦茶を実現できちゃう力を持ってるのが一番怖いよ。他に友達いねえのかよ、いないな。アムロには他に友達はいるのに、シャアには他に友達がいない。本当に押し付けがましい。繊細なカミーユのことなんて全然気にしていないけど、地球に住む繊細じゃない連中は滅ぼす。なんだろうね、この極端に多罰的であり、同じくらい自罰的な思考。元凶のくせにガルマ死んだことは割としっかりへこんでたみたいで、お前ほんとさ。カミーユが壊れたのは俺のせいじゃないし、変な紫色のスケコマ氏のせいだし、すごい嬉しそう。いいリアクション返してくれるテンパの人も悪いところあると思う。アムロはちゃんとお前そんなことするなら止めるに決まってんだろって返してるだけなんだけどね。総帥は不意にアムロのすごいとこ力説しそうなキモさがある。アムロを包み込もうとするシャアのサザビーで笑う。なんか受動にまとわりつくハマーンみたい。死んだふりして何やってるかと思えばこれだから誰だって切れるよ。そんなだからセイラさんから縁切られるんだぞお前。ダカール演説で大君の名前継いで政治の道で生きる覚悟決めたのかと思ってたら、いきなりジオン残党を率いて極端なテロし始めたんだから、そりゃアムロもカミーユも妹も呆れ果てますわ。リックビジェを押さえつけるサザビーは何かエッチに見える。結果的に一番長期間アムロが乗ってた専用機がビジェになってるの笑うんだけど、しかも描写見るにアムロ自身は嫌ってるっぽいのに長いという。リックディジェでもサイコガンダムマーク4を倒すことぐらいはできるからな。さすがにサザビーは相手が悪いけど、こんなに長く愛されて現在進行形でバリ FL モビルスーツになるなんて40年前は想像できないじゃん。もうディジェに限界感じているから自分でニューガンダム設計した。ちなみにガンダムがある世界では専用ジェダもらえてる。総帥がすごい生き生きとしていて草生える。ネオジオンでの生活は抑圧すぎたんだろうな。ムーンガンダムでもそんな楽しそうな顔してなかったから、本当に楽しいんだ許してほしい。元気に北極だか南極で試験型してたの考えると、割と乗ってる時間長いんだなサザビーってなる。このサザビーは胸にコックピットがある初期仕様で胸部走行がちょっと違う。一応内部構造などが違う別物ではある。ムーンガンダムの舞台は宇宙世紀0092年。アムロへのかまってちゃん具合が、でもシャアならやりそうと思われてる時点で。カミーユという少年を狂わせた、でなんで見ず知らずの他人事扱いなんやアムロ。逆襲のシャアハイストリーマーという小説がセリフ元だから。ちなみに内容自体はハイストであったシーンよ。映像化されるとお前さーになった。これがクワトロさんが次にやることですってカミーユに見せたい。
アムロからはもう直球で神優がこのこと知ったらどう思うんだよって聞かれてる。シャアは神優のことなんて気にしてないけど、神優潰すような大衆は潰すことにしたって返した。アムロが急所打って、めっちゃ気にしてるのがわかるやん。神優、マジでどう思うよ。そんな大人修正した方がいいですね。似合ってませんよ、そのオールバック。スパロボとかでシャアと対峙した神優、大体マックスで切れてる問題。この世界だとアムロとシャアだけでキリマンジェロ攻略戦とか、すげえ仲が良かっただけにショックだよな。これってニューガンダムのない世界なのか？ニューガンダムが完成したの逆襲のシャア開始直後だろ。これはネオジオンがスイートウォーター占拠して宣戦布告する前の話。シャアが求めていたアムロとの関係って何だったんだろう？直接対決で勝って俺の方がすごいだろ。だから俺の駒になれよだったのか、勝ってこれで心置きなく波動に邁進できるだったのか、原作通り巨大なものを背負ったまま負けたかったのか。多分全部、戦えた時点で勝利条件満たしたんだな。勝ちしかない。おめでとうキャスバル。総帥の立場なんて捨ててアムロとイチャイチャする。アッナに手を出してきてんだ。アムロ殺すぞ。ララーは私の母になってくれるかもしれない女性だったのだ。シャアってなんか地雷系というかメンヘラというかそういうところあるよな。これほどまでにめんどくさい内面を考察されたキャラはそうはいない。大義と市場を同時に叶えたい奴なのは一貫してる。負けた上で私の勝ちだな。今計算してみたがアクシズの後部は地球の引力に惹かれて落ちるって負け惜しみ言ってる時の嬉しそうな顔ったら、最初はなんか偉そうなこと言ってるけどテンション上がってくると結局地上のもつれで殴り合いして最後ちょっとだけ正気に戻るの人間らしくていいと思う。クソ強いことを証明しつつアムロを見逃す。めんどくせえやつ。リックビジェを相手に圧勝したのでこの後サイコフレーム送ってあげた。お前ほんまお前。情けないモビルスーツの正体がようやく確定したのか。アムロからしたら俺殺せるタイミングめっちゃあったよねって認識になる。長年のライバルにあんなしょぼい期待で勝っても嬉しくないし、って言い出すのブチギレ案件すぎる。ナメプにナメプを重ねられて最後になんか奇跡が起こっただけだからな逆者。それでこそ私のライバルだってテンション最高潮だったくらいには名勝負だったし、こいつ最初から最後まで若さゆえの過ちみてえなことやってんな。面倒くさいけどこの面倒くささがなかったらもっとひどいことをしてる。アムロが女の子だったらどうなってたか気になる。アムロかシャアのどっちか女性だったらもうちょっと温当になったと思う。ララーが間に挟まりてえするから余計にひどくなる。ララー自体は性別にこだわりなさそうだからな。確実にシャアがキモくなるのだけはわかる。